動かないよう。ノエル先生なら無事です。そのままでいれば目を覚まします。秘密にしておきたかったんですけど。でもなんで。いや、それより先輩、なぜはこちらのセリフです。まあ、こうなってしまった以上はどうでもいい問題ですが、あの金髪の神祖から代行者の話を聞いていませんか。足が速くて助かります。そういうことですから、遠野君がそのまま一歩も動かないよう、後の処理は先生に代わって私がします。だがしつけはなっていない。このような僻地まで足を運ぶとは、飢えた獣そのものだ。代行者はいつから騙し討ちを好む獣になった。飢えているのはあなたの方でしょう。どこの使徒か知りませんが、名があるのなら名乗りなさい。後々書類分けする時の目安にはなりますから。名乗るほどの名はない。俺はこの通り、棺一つで海を越えた復讐者だ。棺一つ。先日所属不明の輸送船が沖合で遭難した案件がありましたが、あれはあなたでしたか。それは遠路はるばるご苦労様。故郷にはもう自由になる食料もありませんか。人種すら違う異国にまで遠征とは没落の極みですね。
その通りだ、大公衆。もとより俺の国に食い物はない。城の倉庫は遠いから。人間どもも一世紀前に逃げ去った。貴様ら犬ですら、俺の国には近寄らん。まさに草一つない不毛の地。だが満ち足りている。このようなただれた町とはあまりに違いすぎる。では何のためにこの町に？田舎者らしく製品が美徳なのでしょう。この国に踏み入った理由は治療と復讐だ。俺は体を裂く苦しみから、心を裂く苦しみから逃れるためにこの醜悪な町にやってきた。気の利いた弁明を期待しましたが、用は上ですか？失望しました。名乗らずとも結構です。あなたは人間の血を吸いたくて仕方がない、どこにでもいる人に過ぎません。汚れた大公者、お前は寒くはないのか？寒いと感じたことがないのか？お前には俺の苦しみがわからないのか？ありません。熱も氷もとうの昔に過ぎ去りました。難儀な女だ。ではその女の後を追え。貴様と交わす言葉はない。またファイアクライですか？その程度の呪いで私が燃やせるとでも？その程度。どの手
しようかなじゃなくて、逃げないと、早く。あ、遠野君には説明していませんでしたね。ご安心のほど。魔術による発火なら私の体には通用しませんから。
で今よりにもよってこの町に来るんですか。倒しきれないとか。